今回はワクチンの接種状況を記録する新しいシステムについてお話しします。今回の新型コロナワクチンの接種はこれまでの予防接種と違い、最大1億人の国民の皆様が短期間のうちに2回の接種をいたします。誰が接種をしたかどうかを逐次把握することは簡単ではありません。接種に関する多くのお問い合わせが来ることも予想されます。今まで通りのやり方だと皆さんの接種した記録がデータ化されるまでに2ヶ月程度もかかってしまうので、新しいシステムで個人単位の接種状況を記録して逐次接種記録を把握できるようにいたします。これにより例えば1回目を接種した方が市外に引っ越しをし、2回目の接種を1回目とは別の自治体で打つ場合、あるいは接種券をなくしてしまった場合などに効率的に市役所や町役場が対応できるようになります。また先日も大きな地震がありました。自然災害などで自治体が管理していた接種記録がダメージを受けてしまった場合のバックアップにも役立ちます。マイナンバーを引っ越しなどに対応できるようシステムの連携に使いますが、接種会場で個人にマイナンバーカードの提示を求めたり、マイナンバーを確認したりすることはありません。個人の接種記録は市区町村が個人情報保護に関する法令にのっとって適正に管理し、国が個人の情報を直接取り扱うことはありません。こうした仕組みも通じて円滑に接種が進められていくよう取り組んでまいります。